都営バス、杉並支所。都営バス、杉並支所は、東京都杉並区梅里に位置する、都営バスの営業所、支所の一つ。正式名称は、東京都交通局小滝橋自動車営業所、杉並支所で、営業所記号は、D、ナンバーは杉並、元は練馬である。2003年4月1日より、実際の業務が、鳩バスへ委託されたため、 直営の組織ではなくなり、東京都交通局の組織図には掲載されていないが、引き続きと営バスの支所として案内され、定期券発行なども通常通り行う。管轄路線は、比較的長距離のものが多く、また営業所から離れたエリアを走る路線も、受け持っている。このため路線は、杉並区、渋谷区、新宿区、中野区、練馬区、板橋区、 北区、世田谷区、港区、川区、千代田区の11区にまたがっており、宿91系統が大森駅、大森総社所前まで運行されていた時には、目黒区、大田区まで、と03系統や初代、宿75をつ系統の所管時には、中央区や法屋市、現、東京市までをもむいていた。かつては、所管路線が多く集まる新宿を中心に、西側は、 小木久保駅を経て東伏見、東は銀座を経て、晴海不当方面へ至る路線を受け持っていた。特に、晴海不当方面は、新宿から都市新バス、都霊山系統として運行していた。しかし、都霊山は長距離のために、道路渋滞による遅延が後を絶たないことから地下鉄、利用者が増えていき、都市新バスにもかかわらず、営業係数が120から130ほどの、 路線だった。さらには、春見本市会場が東京ビッグサイトに移転したことによる利用者の減少が進んだことで、2000年12月12日の都営地下鉄大江戸線全線開業時に、新宿駅西口四谷駅前館が廃止された上に、深川営業所へ移管され、早稲田営業所管課の支所に降格した。杉並営業所時代は管轄下に、大梅支所を置いていたが、改正により、 杉並、大梅は、早稲田の管轄下に変わっている。2003年、平成15年の、鳩とばす委託当時の杉並は、慶応との相互乗り入れ系統である支部66、系統を新宿支所に移管し、大78と宿91の2系統のみとなった上山手線、内の路線の担当がなくなり、所属車両数も大梅支所よりも少なくなった。しかし、 その後の2005年、平成17年以降には、品川営業所と新宿支所から、品97系統の移管を受け、再び都心部や山手線内の路線を担当することとなり、支部66系統が新宿から復帰、新港62系統が練馬から移管されるなど、営業エリアは再び広がりを見せている。2009年4月1日には、 杉並の上部の営業所が早稲だから小滝橋、営業所に変わっている。以下、詳細、杉並支所の直接の前身は、環七通りの堀の内停留所にほど近い、現在は、都営堀の内三丁目アパートが所在する地に存在した堀の内営業所である。これは、青バスの名称で親しまれた、東京のり上い自動車によって、1932年、 昭和7年に開設された。東京の売り合い自動車は、当時すでに、東京市内、東京都心に多くの路線を持ち、高成績を上げていた。その中で、堀の内営業所は、大梅街道を経由して、杉並、中野などの郊外と、大梅街道の起点である新宿、さらに都心方面とを結ぶ、バス路線を運営していた。やがて1938年、昭和13年、 東京の売り合い自動車は、日本初の地下鉄、現在の東京メトロ、銀座線を運営していた東京地下鉄道に、買収されるが、運行形態に、特段の変動は生じなかった。しかし、日中戦争、太平洋戦争が始まり、戦時統制が厳しくなると、青バスは、決定的な転機を迎える。政府は、1938年、昭和13年、 陸上交通事業調整法を制定し、日本各地に乱立していた交通事業者の整理に一挙乗り出した。この中で、東京市内にあっては、旧市内のバスはすべて東京市に統合。旧市内以外のバスは、それぞれ地域を4ブロックに分け、それぞれのブロックごとに、東京横浜電鉄、現在の東京急行電鉄、武蔵野鉄道、現在の西武鉄道、東武鉄道、 京成電気軌道、現在の京成電鉄がそれぞれ投資体になるとされた。これに従えば、本来、堀の内営業所の営業エリアは、東京横浜電鉄が統合主体となるブロックに属することになるが、旧市内へ連絡する路線を持っていた堀の内営業所は、分割されることなく、青バスごと、その他の旧市内のバス路線ともども、東京市に統合された。これが、 現在の都営バスの一部となった起こりであるが、こうしたことが禁止で、戦後、そして現在もなお、大梅街道沿線については、都営バスが営業権を持っているとされる。また、1949年、昭和24年には、堀の内営業所の配下として、都営バス、小梅市所、堀の内自動車営業所大梅市所が、大梅市に置かれ、 阿佐ヶ谷駅から大梅街道をひたすら精神して、大梅支所までにいる301系統、後の梅70系統が開設している。トエバスが大梅街道沿線の営業権を保有していたからこそ、このような路線が開設できたこととなるが、後に梅70系統は23区内への乗り入れを取りやめ、結果として、大梅支所管内は、トエバスとしては孤立した営業エリアとなることとなった。 1963年、昭和38年、都電唯一の狂気線だった14系統、新宿駅前、を木久保駅前が廃止された。大梅街道に面した杉並電車営業所の敷地は、有給地となり、手狭になりつつあった堀の内営業所は、より広く取り回しやすい、電車車庫跡地へ移転することになる。1966年11月30日、堀の内営業所は、 杉並電車営業所跡地に移転、杉並自動車営業所と名前を改めた。現在につながる営業所がここに開設された。この頃の杉並営業所は、小木久保伊東の大梅街道を軸に、新宿や都心を結ぶ路線を多数運行していた。そのうちの一つが304系統であり、1968年の都電撤去で新設された511系統を、 担当する基礎となる。両系統は1970年統合、現在の都令産系統へとつながっていく。ただ、大梅街道には、都電14系統の代替となる地下鉄、丸の内線が開通しており、交通局は、杉並営業所の新たな方向性を練らなければ、ならなくなっていた。折から関7通りの整備が進んでいたことから、交通局では、 公園寺立教に近い場所に立地する杉並営業所を確に、山手線西側の関7通り全域へと路線を伸ばすという目論みをし、堀の内移転直前の1966年66系統、現在の大78系統、新宿駅西口大寺駅線。一時的に志村営業所へ移管が開業する。翌1967年には5系統。 後の宿73宿91系統を延長して、公園寺以南の7通りを重装する138系統、後の宿91系統を、東京急行電鉄、現、東急バスと、相互乗り入れで、新宿駅西口若林駅前大森駅、三大口大森総車所も開業した。また、公園寺立教から、 大原立教の間では既存の130系統や131系統、現在の支部66系統などもあり、共感相手の関東バス、京王帝都電鉄、現、京王バス東、東京急行電鉄、現、東急バスまで巻き込んだ激しい乗客獲得合戦に発展した。1972年には66系統とほぼ似たルートで国際工業バス。 現在の赤31系統、公園寺駅赤羽駅、関東バスと共感も参戦してきた。しかし、大原立教を中心とした関7通りの渋滞が日に日に悪化し、定時運行の確保が難しくなっていくと、路線の廃止や共感先の撤退が相次ぐようになる。1977年の再編は、杉並営業所でも行われるようになり、 東七十五系統を新宿駅で運行を打ち切ったほか、中七十七系統は中野駅で分断。中野駅から北側が関東バスの運行となったほか、高七十九系統は不採算を理由に全線、廃止された。九百七十九年の再編ではさらに追い打ちをかけるように、東七十五の系統番号変更による旧ヤード75系統が廃止されたほか、 南阿佐ヶ谷駅より西側の路線がすべて廃止されたことで事実上撤退となった。さらに1982年には中77系統が廃止されたほか、1984年には宿91系統が野沢銀座まで短縮の上、野沢銀座から南側が東急バスタンド区による運行となった。その一方で志村営業所へ移管されていた。 O78 系統は、1982年の志村営業所閉鎖によって、杉並営業所へ再移管された。旧宿七75系統が廃止になった後も、銀71系統は山手線を東西に貫く、幹線として需要があり、1988年、都営バス3番目の都市新バス路線に選ばれて、都連3系統と姿を変えた。しかし、 東京ビッグサイトの完成により、東京国際見本市会場が閉鎖され、乗客が激減。道路の渋滞で、日比谷線は、地下鉄への流出が止まらなくなり、2000年、平成12年の都営地下鉄大江戸線開示に行われた再編で、四谷駅までに短縮され、深川営業所へ移管された、後日。2003年4月1日より、都営バスでは、初となる。 鳩バスへの民間委託が開始された。これによって勤務していた都営バス職員は、全員が、早稲田、渋谷、小滝橋、大梅などへ移動となり、車両についても品川、渋谷、目黒、葛西との間で交換させた。なお、市所加護の車庫敷地内は、JR バス関東、福島交通、富士急行、山梨交通、新規バスなどの高速バスの待機場ともなっている。 杉並市所の所管路線で唯一、所管変更が行われていない、2017年現在、路線で、新宿駅から、大梅街道を西へ走り、公園自立橋から関七通り経由で、新大大駅まで向かう。東急バスとの共同運行として、大森駅、大森奏車場まで運行していたが、1984年に、野沢銀座で分断と同時に、大森地区から撤退した。 その後、1993年に、駒沢立橋まで延長され、わずかながら、大森発着時代の一部区間が復活したこととなった。その後、2013年4月1日のダイヤ改正で、駒沢立橋から新大体区間が廃止、短縮された。野道91は、環7通りの開通後、東京急行電鉄、現、東急バスが運行していた。 大森総社所駒沢公園館の系統と都営の5系統をつないで、相互乗り入れを行うこととなり、1967年、昭和42年6月25日、138系統、新宿駅西口大森駅、大森総社所管として運行開始、東急では環7線と呼称した。5系統番号整理で宿91系統となる。しかし、 奈川通りと大梅街道の渋滞が激しく、定時運行が困難だったことに加え、東急電鉄が担当拠点の駒沢営業所を廃止することにしたため、第3次再建計画に伴う追加の路線再編成を兼ねて、東急駒沢営業所閉鎖を目前に控えた1984年、昭和59年2月16日付で路線を分割。都営は新宿駅西口の沢銀座。 宿91、東急は新大体駅、大森総社所管の管7線、森91系統とした。この分断に際し、通常は両社の運行エリアの境界付近である新大体駅で分割されるが、宿91系統では、野沢付近から新宿方面への直通需要が残っていたため、都営側が引き続き東急エリアに乗り入れる形態で残され、 同時に折り返し場所である新大大駅前の都営へ、大多層車場を東急が使用し、逆に都営が東急野沢折り返し所を使用することで、施設使用量が発生ないように調整された。なおこの際、東急は、環7線を駒沢営業所から大橋営業所に移管した。その後、1990年に新大大駅折り返しの宿73系統を統合したため、 新大大気園に乗り入れるのは全運行回数の3分の1程度に減るように見えた。さらに1993年、平成5年に宿91系統は駒沢立橋まで延長され、わずかながら大森発着時代の一部区間が復活する。これは野沢銀座発着時の折り返しに使用していた東急バス野沢折り返し所が廃止されため、折り返し地点を 駒沢立橋下の U ターンレーンに変更したことによるものである。なお、この駒沢立橋停留所は、都営バスの延長に合わせて新設され、立橋側を走行する東急の森91、系統は停留所の設置箇所、速道上の影響もあって停車せず、高車専用停留所には、大森駅は止まりませんと表示されている。 同時に以前より、駒沢陸橋まで改装して折り返していた小田急バス、現、小田急シティバスの元61系統も、駒沢陸橋まで営業区間を延長している。宿91系統の堀の内停留所は、かつて堀の内自動車営業所が存在した場所であり、その時の名残である堀の内発議便のために、折り返し所がある。現在も早朝。 深夜に堀の内発議が運転されている。堀の内と杉並車庫の間は、改装を運転している。杉並車庫発着の出入り便は、新宿駅西口発着が多いが、一部は新大大駅、発着、かつては駒沢陸橋発着も少数ながら運転されている。他に、新宿駅西口から別の系統となる便も、この系統で入出庫している。 2013年4月1日の改編で需要の激減した新大大気駒沢立教館を廃止し、宿91系統が発足する前の5系統と同じ新宿駅西口から新大大期間に短縮。しかし、系統番号が5系統の直接の後ろ身である宿73に戻ることはなかった。また、同日の改編で、江南支所担当の東98系統も、 東急バスの単独運行に変更されたため、世田谷区を走る都営バスは、わずかな区間となった。さらに、世田谷区内の森山小学校停留所が、学校の廃校に伴い2016年、平成28年4月1日付で、大体6丁目、旧森山小学校に改称された。1951年、昭和26年8月28日に304。 折り返し系統として開通した路線である。第二次再建計画に伴う追加の路線再編成により、1979年、昭和54年11月22日限りで廃止されたが、築地市場の書き入れ時である年末を目前に控えた廃止が問題になったためか、同年12月24日から1980年、 昭和55年1月18日まで一乗車200円。当時の一般系統は一乗車110円で、臨時運行され。1968年、昭和43年2月25日の都電、第二次撤去に合わせ、11系統の大体の511系統として開業後、1972年、昭和47年の新系統版豪華で銀71系統。 1988年の都市新バス課で、トレイザン系統を名乗る間一貫して担当していた。なお11系統は、新宿電車営業所、その後大久保電車営業所が担当していたが、当時の堀の内営業所では、終戦直後から新宿月島間で、並行300系統と有楽町駅、清水奏者所間が全く同一ルートで、海不登業という304系統を持っていた。 511系統の設定で304系統は減便され、1970年昭和45年3月27日の都電外五次鉄橋と同時に511系統に統合、廃止となった。第二次再建計画に伴う路線再編成では、新宿駅西口までに短縮された東75系統の代替として、銀71系統が増便された、後日。 都市新橋最盛期の1990年代前半には、月屋橋勝ち時に長目間は、と礼四と礼ゴの両系統と共に頻繁運転していた。しかし、1996年に、春見本市会場が、有明の東京ビッグサイトにその役目を引き継いで、閉鎖されると、一気に、乗客の減少が始まる。2000年12月12日の都営地下鉄。 大江戸線開業による再編で、新宿駅西口四谷三丁目間を、品97系統に譲り、四谷三丁目四谷駅前間は廃止、四谷駅以南に短縮して、深川営業所へ一貫された。2012年4月1日付では、と、バス委託路線となり、現在は、江南支所が担当している。原型は、銀71と系統の折り返し便で、 トレー5系統として開通してからは、深川営業所が単独で担当していたが、1993年、平成5年3月31日付で、杉並営業所が参入し共管となる。乗務員の交代は、東京駅丸の内南口で実施し、乗務員は、杉並車庫もよりの新公園寺駅から丸の内線で移動していた。その後トレイ3系統の短縮。 遺憾に伴い深川営業所の単独に戻された。都営バスでは、特内最西部にあたる西部池袋線の大泉学園駅前を発着していた。1950年、昭和25年に、練馬営業所と西部バス、練馬営業所の共同運行で開設され、1973年、昭和48年に西部バスが撤退、都営単独となる。 2009年、平成21年4月1日付では、と、バス管理委託路線となり、132系統やの62、系統時代から長く担当していた練馬支所から、杉並支所へ一貫された。練馬支所時代には見られた大型車の運行も、杉並支所一貫後は、品川営業所より転属してきた、日のレインボー RJ による運行が、ほとんどとなり、大型車の運行は、 練馬支所時代より減ったが、2012年に、廃車後再び大型車での運転になった。杉並へ移管後も練馬支所時代のダイヤをなぞっており、鳩バス委託であっても不採算路線であった。入古便の練馬駅前停留所は、南口の他社の降車所の線カー通り上にあり、これは廃止まで存続していた。杉並支所所属の鳩バス乗務員の休憩は、練馬支所で行われていた。 練馬車庫前発着便に関しては、朝に杉並車庫から改装できた、大泉学園駅前駅が、練馬車庫前から営業を開始し、練馬駅北口を経由せず、逆に、練馬車庫前駅は、練馬駅で、北口バスターミナルへ入らず、南口、練馬駅前に停車し、西武池袋線に並行し、桜台駅前を経由して、練馬車庫前へ向かった後、 杉並車庫へ改装した。改装は、O78 系統と同じく間7通りを、ひた走っていたが、杉並車庫と練馬車庫のは営業しなかった。2013年、平成25年4月1日付の路線再編成で、西武バスが東路線と同一経路の新高線、連48系統を新設し40年ぶりに再参入する。都営側は出入庫運用を廃止、 残った運用も、大幅に、限界、1日4往復とし、新ウ後ゴタ駅発着はそのうち1往復のみされた。また、ネリー幕区役所入り口、ネリー前駅前の両停留所が廃止となった。その半年後、2013年9月30日限りで、都営便は、運行を終了。事実上の民間以上の形で60年以上に、渡った歴史の幕を下ろした。 1970年3月の都電第5次撤去で廃止された12系統の代替バス512系統として運転開始したものである。都営地下鉄新宿線の岩本町新宿間開業に合わせ1980年昭和55年3月15日限りで全線が廃止された。このうち市ヶ谷駅から休断した間は2014年。 平成26年4月に高71系統が小滝橋営業所から移管されたことにより、杉並市所担当のバス路線が34年ぶりに復活した形となった。戦前には新宿駅大田橋間が開通しており、戦後に新宿追い分け延伸される。大田橋側も新大田駅まで延伸、1972年昭和47年11月の 系統番号整理により宿73系統となるが、第二次再建計画に伴う路線再編成で、新宿を岩いわけ新宿駅西口を短縮、1990年、平成2年3月に、系統番号を統合、宿91系統に一本化された。その後、2013年、平成25年4月1日に、宿91系統は、 駒沢立教から新大隊機関を廃止、これにより、大森時代のルートが消滅し、宿73系統と同じルートとなった。現在運行中の宿91系統については、前述している。こちらが、メインで、平日1日50便運転されていた。こちらは、梅 70, 宿 73,91, 七78の各系統と追っていたために、 便数は少なく、平日1日5便のみ運転されてきたものである。新宿通りから杉並営業所の前を走る、大梅街道へと、ひたすら走る、長距離路線、300系統として創始された。1970年までは、清水総社所から日比谷まで、同一ルートで月屋橋から晴海通りをまっすぐ、進む、晴海不島に達する支線の304系統も、存在した、前日。 なお、小木久保駅伊勢は本来関東バスや西武バスのエリアだが、この路線は終始と営単独で運行され、地下鉄丸の内線の小木久保開業後も、新宿伊東から小木久保遺園への直通需要に支えられてきたが、第二次再建計画に伴う路線再編成により、1977年、昭和52年12月15日限りで、東京駅新宿駅間が廃止。初代、 宿75、新宿駅西口、清水総社所、東伏見総社所と、系統番号を変えて、運行を継続した。有楽町新宿間は、平行路線の銀71系統が増便され、大体となった、前日。改定後も、清水総社所までは、平日1日61便の運転があったが、東伏見総社所業は、便数が非常に少なかった。ところが、 新宿打ち切りとしたことで乗客が一気に地下鉄や国鉄中央線へと流れてしまい、追加の路線再編成で廃止対象に上がり1979年、昭和54年11月22日限りで全線、廃止となった。1957年、関東乗り合い自動車、現、関東バスと、相互乗り入れの130系統として、運転開始。 1972年中77系統と、系統番号が整理される。交通局、第二次再建計画に伴う路線再編成で、中野駅北口、中野区役所前を境に分断され、中野駅と江戸大駅の間は経路を一部変更の上で、関東バス単独の中41系統となった。この路線は、すでにあった中40系統。 中野駅北口江ゴ大駅、諸郵便局前の支線と位置付けられたが、関東バスは、当時乗客に配布したチラシの中で、中41系統が、都営、関東バス協会の中77系統の大系統であると記載している。これにより、中77系統は、中野駅から新大大機関を走る、都営単独系統となった。しかし、 短縮後の中77系統は、都営バス全体でも、有数の不採算路線に転落。第三次再建計画に伴う路線再編成で、真っ先に廃止対象に挙げられ、1982年、昭和57年12月25日限りで廃止となった。1957年、昭和32年に旧系統の名前で営業を開始。後に、 京王帝都電鉄、現、京王バス東が新規参入して136、系統になる。1971年、昭和46年8月31日限りで、京王が撤退。都営は、高79と、系統番号を改めてそのまま存続したが、交通局、第二次再建計画に伴う路線再編成により、1977年、 昭和52年12月15日限りで廃止、公園寺駅から都営バスが消滅した。しかし、2014年、平成26年、厚生病院が杉並区は大移転する際に京王バス東の公園寺駅厚生病院線として一部区間ながらも37年ぶりに復活を果たした。1960年、昭和35年7月に開通した。 全長 71.576km という、当時の都営バスでは、最長の路線だった。3から11月休日の1往復のみ、新宿駅8時発、奥多摩湖発18時の運行となっていた。国鉄大目線の利便性が上がり、加えて、モータリゼーションの進行とそれに伴う渋滞悪化で、1970年、昭和45年11月の運行を最後に休止。 正式には、翌1971年、昭和46年3月31日限りで廃止された。大梅駅から御嶽駅にかけての都営バス路線は1990年、平成2年7月に土曜、休日のみ、運行の梅レイ系統が設定されたことにより19年里に復活した。元は、1969年、昭和44年に、 都営発の深夜バスとして営業を始めた4路線のうちの一つ、深夜帰宅バス701系統に行き着く。この系統は当時存在した300系統の変形として、西銀座、現、月橋始発で平日の24時に出発するものだった。その後、オイルショックによる環境の変化やタクシー業界への影響を考慮、1974年に一度は廃止となる。 それから15年以上を経て、バブル系決まった田中の1990年、平成2年6月18日に関東バスとの共同運行で復活。小木久保駅から先の関東バスエリアへも対象を拡大した。毎日2便が運行され、1ヶ月ごとに、初便24時30分発と最終便24時50分発で、都営。 関東と担当を交代するという得意な形態を取った。車両は品川営業所から貸切車を調達の上転用されていた。なお関東バスは同じ大梅街道にある大梅街道営業所担当ではなく三鷹駅から近い武蔵の営業所が担当している。2000年平成12年12月11日限りで都営が撤退、都営の専用車 DW097 号車。 日のセレガも関東バス2乗とされ塗装を変えてそのまま使用された。以後は2便とも関東バス単独となり現在に至る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。